我が子頼家が狩りで初めて獲物を仕留めたという知らせを聞いた政子は、武士なのだからそれくらい当然と答え、喜ばなかったという吾妻鏡のエピソードは有名ですよね。ここだけ読むと政子の母としての厳しさと優しさを感じさせるエピソードですが、吾妻鏡でのこのお話の前後を読むと、政子のちょっと怖いシーンが見えてきます。スタディープレイス。曽我兄弟の仇討ちの舞台となった富士の巻狩り。巻狩りとは、武士たちが野生の鹿やイノシシを大勢で囲んで仕留める狩りのことです。巻狩りは武士たちの軍事訓練であるとともに、神事としての意味合いもあります。頼家が狩りで獲物を仕留めることは、神様から武士の棟梁としてふさわしいと認められたということを意味し、御家人たちへのアピールにもなりますからね。頼家は愛子末高のアシストのおかげで、鹿を初めて射ることに成功します。頼朝は我が子可愛さに、わざわざ鎌倉に使いを出して、そのことを政子に伝えます。しかし政子は、武将の跡取りが野原で鹿や鳥を射て取るのは特別珍しいことではない、安易に使いをよこすなんてかえって煩わしいだけだと取り合わなかったと言います。鎌倉殿の13人では、このシーンで王姫がヌエを射落としたならともかくと言ってましたけども、まあこのシーンね、大笑いしてしまいました。このセリフはね、実際には平家物語や吾妻鏡にはないお話なんですけれども、ヌエというのは、頭は猿、胴体は狸、尻尾は蛇といったギリシャ神話でいうところのキメラですよね。このヌエを倒したのが実は源頼政なんですね。皆さん覚えていますか？持ち人王と同時に打倒平家に立ち上がった老武将です。こういったエピソードが前提にあって、王姫のこのセリフになるんですね。実は政子が頼家の狩りの成果を褒めなかったのは、政子が巻狩りのこうした神事としての意味を理解していなかったからという説もあります。それでは政子はこの巻狩りをどのように思っていたのでしょうか。吾妻鏡を読むと、巻狩りの前日、頼朝たちの宿舎には大勢の遊女が押しかけたとあります。原文を見てみましょう。今日は祭日たるによって御狩りなく終日御酒宴なり、手越し木瀬川井家近辺の遊女群山せしめ御前に列し候なり。研究4年1193年5月15日今日は仏教の会、殺生禁断を守る日、六歳日なので狩りはしないで一日中宴会です。静岡の手越し、沼津の木瀬川をはじめとする近辺の遊女たちが稼ぎ時とばかりに群れ集まってきて、頼朝様の前へ並んで挨拶をしました。歌川国芳によって描かれた曽我兄弟仇討ちの図を見てみましょう。こちらをズームしてみてくださいね。木瀬川の遊女と手越しの遊女がちゃんと描かれていますよね。つまり政子からすれば、頼朝たちが出かけた先で遊女と酒宴を開くことをお見通しで、どうせ巻狩りは若い女の子たちと遊ぶ口実でしょ、たかだか鹿をいたくらいで報告してくるなんて白々しいといった感じだったのでしょうか。政子の物事を見通す目は何とも恐ろしいですね。男性諸君、気をつけましょう。気をつけます。ところでこの巻狩りには別の意味で怖いエピソードもあります。頼朝たちが狩りをしている最中、目の前に大きな鹿が現れます。頼朝のそばにいた工藤景光という弓の名士が、私が居ましょうと言って矢を放つのですが、当たりません。逃げた鹿を馬で追いかけますが、すべて矢は外れてしまいます。すると工藤景光は、私は11歳からずっと狩猟の技を自慢としていました、そして74歳の今まで弓手の獲物を取れないことはありませんでした、それなのに今は意識がぼーっとしてとても
的が定まりませんでした。これはきっとあの鹿は山の神が乗っているからに違いありません。神が乗っている鹿を狙ったので、私の寿命は縮まってしまうでしょう。皆さん、後日私に何かあったら思い出してください、というのです。そこにいたみんなが不思議に思っていると、夕暮れになって影光は謎の病を発症してしまい、その後亡くなってしまったのです。やはり神様が一番怖いですね。このことに恐怖した頼朝は、巻狩りの中止を周りの御家人たちに提案します。しかし御家人たちは問題ないっしょという感じで狩りは続行されてしまうんですね。そしてその翌日、蘇我那兄弟の仇討ちが起きるんですね。もし御家人たちが明日蘇我那兄弟が仇討ちをするということを知っていたとして、だから頼朝の中止案を飲まなかったとしたら、本当に怖いのはやはり人間たちなのかもしれませんね。今回の動画はこれで以上になります。この動画がいいなと思った方はチャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。それでは次回またお会いしましょう。今週のアイドルニュースです。先週の話なんですけど、衛星と空手屋っていう私が推してる地下のアイドルグループがアルバムを出しました。私の推しは浜辺さやちゃんっていう子で、歌が上手くて、ダンスも上手くて、可愛くて、とても好きな子です。エセとカラテアはそこまで有名なグループではないかもしれませんが、とてもいいグループなので皆さん応援よろしくお願いします。